ロイクハイムはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す町村。ロイクハイムはハイルブロン郡北部ヤクスト川支流のゼカッハ川沿いに位置する。この町はバウラントから国イコールヤクスト平野に至る斜面に位置する。ロイクハイムに隣接する市町村は南から時計回りにメックミュール、ビリヒハイム、シェフレンツ、アーデルスハイム。ロイクハイムは メックミュール、ヤクストハウゼン、ビッテルンと行政共同体を形成している。ロイクハイムの街並み考古学的な出土品から、ロイクハイムの長域には、石器時代にはすでに人が定住していたことが示されている。西暦150年頃のローマ時代にも、ロイクハイムの長域に入植地が存在した。1110年にロイクハイムは、ローヒンクハイムとして、 初めて文献上で研究されている。13世紀には貴族領主、デュルン家の所領となっていたが、1287年に、まず、法遠道へ家に渡った。1445年に、プファルツ選定校に売却され、1504年に、ランツフーと継承戦争の末、最終的に、ビュルテンベルク校が、これを獲得した。この村の財産は、アモールバッハ修道院。 ゼイリゲンタール修道院、アーデルスハイム家、ドンメネック家、ベルリヒンレン家が所有していた。1719年5月10日に、この村は大規模な火災により、広範囲にわたって破壊された。1869年にこの町に鉄道が通った。ロイクハイムは、1808年まで、オーバーアムとメックミュールに属し、 1808年から1810年まではオーバーアムト・シェンタール、その後1938年までオーバーアムト・ネッカーズルムに属し、1938年の同軍廃止に伴い、ハイルブロン軍に編入された。ロイクハイムの住民はプロテスタントが主である。1992年の調査では72、72%がプロテスタント、18%がカトリックであった。 1907年の時点では、住民の92%がプロテスタントであった。人口は、1939年の935人から、1960年の1620人、までは増加した。その後は再び減少し、2004年12月31日、の人口は1474人であった。ロイクハイムの町議会は、10議席からなる。ズンガラ。 銀字に門と塔を備えた赤い壁。旗は赤と白である。この紋章は19世紀に初めて登場し、1903年から印象に用いられている。この紋章のモチーフの由来については定かでない。ロイクハイムにはモ紋や塔は作られていない。ロイクハイムの製紙業の創業者、ヨップストレトラーは1683年に、 ラーフェンブルクの二本の塔を透かし模様にしたが、これが現在のロイクハイムの紋章に幾分類似点がある。プロテスタント教区教会は1497年に建造された以前の教会の後期ゴシック様式の塔と内陣を利用する形で1902年にハインリヒドルメチュの設計に基づき建設された。教会の丘の中原に16世紀の農家の建物が あるメインストリート沿いのバロック様式の牧師館は1722年に建設された。町役場新館の近くに周囲の農村の風景に不似合いな1908年建立の戦争記念碑がある。この町は1719年に大火災にあったため古い木組建築はわずかしか残されていない。中心部の建物の多くは18世紀から19世紀に 建てられたもので再開発の需要に応えた痕跡がはっきりとわかる。ロイクハイムにはエレクトロミュージアムがある。約20ヘクタールの広さのエシッヒベルク、ヘルンレ自然保護区が2000年に制定された。この区域は乾燥した土地が広がる、石灰室の斜面でミリタリーオーキッドやオフリスアピフェラなど多くの種類のランが生息している。エシッヒベルク、 ヘルンで自然公園内に2004年に再建された古い石灰用がある。2005年10月にこの釜に初めての火入れが行われた。以前は農業主体の町であったが砂岩採石や石膏の採掘といった工業も古くから行われていた。1970年以後、町の石膏採掘はディジップス社が行っている。ロイクハイムは シュトットガルトからビュルツブルグへのフランケン鉄道沿いに一致している。ほぼ1時間ごとにハイルブロン方面及びオスターブルケン方面への近距離列車が発着する。アウトバーン A81 号線はメックミュールのインターチェンジを利用する。ロイックハイムの最も重要な雇用主はプッカロアレクトロアイセリアスタッフで電子部品のプレスボードを製造する会社で従業員数は 約250人である。この企業は1668年にヨプストレターが創設した製紙業者をその起源とし、名前のプッカロはプレシュスパン、運と変わったネガンファブリックロークハイムを短縮したものである。この会社は1989年にアセア・ブラウン・ボベリ社に買収された。ロイクハイム周辺地域のニュースは、 日刊紙ハイレブロナーシティンメの北東部版に掲載される。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。